構造文法は、区構造規則で定義された文法を指す用語として、ノーム・チョムスキーが考案したもので、エミール・ポストとアクセル・セが研究した形の書き換え規則の集まりである。チョムスキー階層の文脈依存文法を、または文脈自由文法のみを指す用語として使うこともある。講義の区構造文法は、構成文法とも呼ばれる。これは、 区構造文法が構成関係に着目したもので依存関係に着目した依存文法と対比されるものだからである。言語学において区構造文法は構成関係に基づく文法全般を指し依存関係に基づく依存文法と対比される。そのため区構造文法を構成文法とも呼ぶ。自然言語の公文解析についてのいくつかの相互に関連する理論が 構成文法に属するとされ、その多くはチョムスキーの研究から生まれた。チョムスキーの研究から派生したものではないが、構成的とされる枠組みや形式もある。これらに共通する基本的特性は文の構造を構成関係の観点から見るという点である。構成関係は、ラテン語やギリシャ語の文法における死語と術語の区別に由来し、 アリストテレスにまで遡る、明治論理を基盤としている。基本的な不死構造は、それを主語と述語に2分することで理解される。不死を2分することで、1対1、または1ついたの対応が生じる。文を気構造で表すと、その文を構成する、各要素には一つかそれ以上の濃度が対応する、形になる。例えば2語の文、ルークラフトは、 三つの濃度を持つ気構造で表され、少なくとも、名詞、ルーク、動詞ラフト、文全体、ルークラフトという濃度が存在する。条景の構成文法では、必ず文の構造を気構造で表した時1対1、または1ついたの対応となる。コットロープ、フレーゲの頃、これと対抗する文の論理の理解が生まれた。フレーゲは文を2分することを良しとせず、 文の論理を術語とそれに関わる文法行軍として理解するものとした。この場合、不死を死語と術語に二分することはできない。それにより依存関係という考え方が生まれた。依存関係は当初具体的な文で認められ、その後統語論と文法の包括的な理論の基盤へと発展し、ルシアンテニエールの死語に出版された著作エリメンツで、シンタックスストラックチャールにまとめられた。 依存関係は、文内の個々の要素について1対1に対応し、気構造で統合的構造を表した場合も、各要素には一つの濃度だけが対応する。したがって、グラフ理論的に区別できる。依存関係では、文の統合的構造での濃度数は、その文に含まれる統合的単位の数に正確に対応している。 例えば、ルーク・ラフトという二つの単語からなる文は二つの統合的濃度で表され、一つはルークに、もう一つはラフトに対応している。主な依存文法として、次のものがある。これらは依存関係に基づいているので、定義上からは、不構造文法とは呼ばれない。他の文法として、構成文法と依存文法の分類を可能に、 するような形の統合要素のグループ化を避けているものもある。例えば、以下のような文法の枠組みは、構成文法と依存文法のどちら側にも属さない。ありがとうございます。